コロちゃん、お願いね。シャドウいたよ。強襲で先手を取られました。これは今なら弱点がつけます。敵を撃破。ジャロちゃん撃破です。待って、任せて。ペロコ下げられてる。引き金はお願い。いいよ。そう、やっちゃうかね。野生みたいです。コロちゃんすごい。シフトチェンジで弱点を狙いましょう。ここはミトロ。敵がダウンしました。ミトロ、ナイス。人気に挑戦。行くよ。シャドウの反応を検知。強敵です。みんな、照らして。やってみせるであります。どうする？you
こうか。こういう時はこれ。
ルを習得しました。体への負荷のかけすぎは禁物です。適度なクールダウンを推奨します。アイニスの言う通り、ねえねえ、ありがとう。いつでも行けます。ご指示を。いくつものペルソナを刺激。油断しました。そんな、誰か手当てを。それじゃあ、お疲れ様です。あの宝箱、中身の要確認であります。シャドウ発見。どうする？弱点はまだ調べてみませんか？終了。お疲れ様でした。アイニスの体力が危険です。何のこれしきであります。あの、ごきげんよう。依頼を受けていただけますか？それでは。お疲れ様です。
おはようございます。またしてもタルタロス2枚、今回は一人のようです。それでは。ありがとうございます。何にする？いい時に来たね。今なら新しいものが作れるよ。人生何が起こるかわからないもんだね。まさかこんなところで骨董屋してあんたみたいな子に出会うなんてさ。
きっとあんたの役に立つよ。きっとあんたの役に立つよ。趣味の店を開いても研究はやめられない。我ながら困った佐賀だと思うよ。きっとあんたのやつさ、見ていきな。装備を作るんだね。何がお望みだ？ペルソナについては未知なことが多いからね。とにかくいろいろと試してみるしかないのさ。何がお望みだ？研究するほどわからないことが増えていくね。でもまあ、そう、何がお望みだ？ペルソナについて、あ、選んでどうする？何がお望みだ？それでどうする？さて、どうしようか。確かこの辺に扇子が。あ、あった。物が増えすぎるのも困りもんだね。何がどこに行ったかわからなくなっちまう。気は済んだ？またのお越しを。ごきげんよう。ふふ。それでは。ああ、何を持ってきた？まとめて手放す。ああ、引き受けた。どうする？何を探してる？
You gotta tell now. Tell it happened now. I never felt like. 君たちがどう戦っているのかは想像もつかんが、無理だけはするな。ん？もういいのか？じゃあな。おじいさん、字間違ってます。月に光るって書いて。いつも月子って呼んでたから、ちょっといろいろ頑張ってくれた方々に。お、久々に手紙を書いてみたんじゃが、キーボードにな、ん？意外か。ダメじゃよ。え、時期が来たら。手紙、気になる。わし、お前さんとお話ししてると嬉しく。ばあさんなんて、ほら見てみ、すっかり女。しかし。シーンありそうでさ、でも見て正解だった。やっぱ思い切りって大事だね。あなたは自分が得意じゃなさそうなジャンルでも見てみたりする？
私も思ったけど、だってツッコミ入れながらとか、相手一緒に見てくれたおかげで困ってる人を見過ごせなくて、相手が誰でも手を差し伸べるとことか、いつも前向きに進んでいくとことか。てかこのヒロイン、ちょっとあなたっぽい？そんなことないか。この前さ、仲良かった子から聞かれて、ずっと仲良くしてたのお母さんに、ゆかりちゃんと私の親いろいろ、今ならそういうのなんとなくわかるけど、私もこのドラマのヒロインみたいになれたらいいな。どんな時も誰かのために手を差し伸べられる、そんなドラマのヒロインに憧れるなんて単純だけど、お手本にするのもいいかなって。気になる DVD があったら持ってくる。そろそろ部屋戻ろっか。あー、うげえ、もう初くてする、なんか特別ん？あの子、絵描いてんのか？似顔絵とか描く人？てんでもねえか。誰もいねえし。何描いてんだ？なんもねえだろう、こんなとこ。どいて。見えないでしょ。どいて。あ、ああ、悪い。なんかえぐい色使いっつうか。何？ああ、いや、なんでもねえんだ、悪い。すげえ格好、こんだけ暑いのに、しかもあのキモい絵、芸術は爆発ってやつ。まあいいか。おや、君か。
聞き覚えのある声がすると思ったら、君の声は大きくて甲高くて耳たまりだからすぐにわかる。不毛な言い争いはやめにしよう。あいにく学生諸君ほど暇じゃないのでね。息子が振り込んでた金、塾の月謝なんだ。返してくれないか。もうこれっきりにしたい。今までのことは水に流す。頼む。この通り。あのね、パーズ、なんか勘違いしてるようだけど、市民とこの子ね、塾行くの嫌なんだって。それで公園に一人で体育座りしてたから、助けてあげたんでしょうが、こっちとら感謝してもらいたいくらいだよね。見ろ、キャレもそう思ってるって。心の中では多分。どうしたんだい、今日は伊勢がいいね。いつもみたいに騒いでみなよ。今の僕、水に流してあげるのはこっち。うちの弟みたいに死んだ人や生きてても話をして。うちの子知ってるだろう、小学生同情する。こんな出来の悪いエセシュイ、今チミモか。チミモなんてだ。おい、双子なのに似てないから。やめた。これ以上交渉の余地はなさそうだな。そっちがその気ならこちら。そこの君、そいつに付き合ってるとうちの子みたいに騙されること。うちの子にも言ってることだが、失礼する。ダメで、ダメなも、コロマルさんとネゴシエ、コロマルさん単独でのお散歩。本日は真田さんがお散歩。しかし帝国を過ぎたにもコロマルさんはすでに。コロマルさんが言っております。リーダーに同行を願うだそうです。あなたは今暇でありますか？これは渡りに船であります。人ならざるペルソナ使い。今はあなたの方に興味があります。こんばんは。そう恐れることはありません。少し話をしきなさい。何を立ち尽くし、さて、あなたには聞きたいことがあります。ですが、人に問いを投げるのに、こちらが黙したままなのも、先に一つ、あなたの問いに答えます。何か質問は？愚者には見えない上着なのです。我々ではなく、私個人への興味を。これは相互理解への歩み寄り。
我々は本来あなた方に害意など持ち合わせていなかった。あなた方が影時間を消すなどという本当に不可解。ペルソナの力は我々のみに許された何者にも変えがたいもののはずだ。その力を失うと分かっていながらあなた方は影時間、今度はそちらにシャドウによる犠牲のせいですか。それは本当にこの国では毎年5000人近くもが交通事故で命を落とし、けれど車をなくせとは誰も声を上げない。皆が分かっているからです。見ず知らずの他者の命より自らの利便性が重要であると。ならば我々が力を手放す必要がどこに。メサイアコンプレックスをご存知ですか。あなたは間違った考えにとらわれている。得たものを手放してまで他者を救う義務など存在しません。自らを犠牲にして他者の救済を行うなど、人の身にはあなたの戦う動機は犬にたしなめ。しかし自制的である。あなたは特別な能力、その中でも特異な力に選ばれた。まるで影時間の寵児だ。その寵愛を拒む必要が本当にあるのでしょうか。聞くべきことは以上です。今宵は新月、次の満月までは再考するだけの猶予もあるでしょう。それは先日の仮の分で、あなたの選択の一時。それでは、ま、次にお会いするときは違う考え。ごきげんよ。気配がいた。
それ。うん。探索開始であります。99回。数字に意味があるとは思わないが、よく登ってきたものだな。あ、宝箱があります。パンパカパン。チャンスであります。新技習得だね。登りますか。あの油断はできない。慎重にな。敵を検知。ご指示を。先生を取られました。
のペルソナを刺激、そんなことも。あ、宝箱があります。梅雨払いだ。皆さんの勝利です。コロマルさんも満足のようです。お見事でした。シャドウは見えにくいところに潜んでいることがあります。不意打ちに気をつけて。強い力を感じます。気をつけて。使うよ。
急所をつく。ペルソナ。シャドウがいるな。